小豆の中身のね水分がなくなるまで結構ね強くね絞ってあげるといいです。これが美味しい小豆の素ですね。ほら、はい、和菓子お兄さんです。今日はですね、こしあんを炊飯器で作るやり方っていうのをね、やっとこうかなと思います。こしあんって、意外とね、普通にやると、ね、鍋でグツ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 したりとか、豆こして、で、砂糖と鍋で煮込んでとか、すんごいね、手間かかるんですけど、このやり方だったら炊飯器でボタン一つ、あとはレンジでチンして、こしあんがですね、作れちゃう方法が実はあるんですよ。で、他の動画とか見てみると、こしあんの作り方ってないんですよね。まあ、大体炊飯器で作るやつって、つぶしあんなんですよ。まあ、粒あんとか、そういったね、こう、豆の皮が残ってるような動画しかなくて、こしあんのやり方って多分皆さんね、知らなくて、まあ、わかんないと思うんですけど、実は和菓子お兄さん、和菓子職人なのです。ということでね、実はですね、結構貴重な動画になっております。ということで、今日はですね、炊飯器で作るこしあんの作り方っていうのをね、やっておこうかなと思います。はい、じゃあですね、早速作っていこうかなと思います。まあ、作るって言ってもね、ほんとボタン一つなんで、結構ね、本当に簡単にできちゃうんですけど、まずはですね、小豆を 125g 量ります。で、小豆を測ったら、これをですね、まず一回洗います。まあ、スーパーで買ってきた普通の小豆なんですけど、いくら普通のスーパーで買ってきた小豆とはいえ、意外とね、汚れてついてるものなので、一回ね、こう洗ってあげて、こう汚れを洗い流すってことをしてあげた方がいいですね。ちなみに買ってきた小豆はこれですね。この 300g の、まあ 300g もね、入ってない 250g のやつとかもありますけど、このね、普通のスーパーで買ってきた小豆を使ってます。まあ、どこにでも売ってる小豆ですね。で、そしたらですね、このいつも毎日使ってる炊飯器に、この洗った小豆をね、入れていきます。で、そしたら水をですね、500g 入れていきます。そしたらこの小豆と水が入ってるやつをこう炊飯器にセットします。で、炊飯器にセットして、あとは炊飯ボタンを押すだけですね。で、あとは炊飯ボタンを押すだけです。これだけでですね、あんこができちゃうんですね。まあ、まだまだなんですけど、こうやってボタンを押して炊飯することで、マーベでね、すごい今発音おかしくなったけど、こう、ぐつ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 鍋で煮るのを、こう、省いちゃうんですよ。で、一回一回ね、こう、豆の炊き上がりとか、そういったのも、こう、なんていうんですかね、こう、見る必要もないですし、こうやって炊飯ボタンを押すだけでちょうどいい硬さに仕上がっちゃうので、すごいね、便利なんですね。いや、すごい、湯気がホクホクな感じですね。すごい美味しそう。豆がふっくら。あっちー、あっちち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 。熱いので、ね、気をつけてください。ほら、こんな感じでね、結構綺麗にね、まん丸に膨らんでますね。でもこれまだ硬いんですよ。小豆がまだ硬いので、これにね、さらにね、水を入れていきます。で、水を 300g 入れます。はい。ではですね、2回目の炊飯を押していきます。はい。2回目の炊飯が終わったのね、ちょっと開けていきましょう。すごいホクホクにね、炊けてますね。もう小豆もふっくら炊き上がってて、すごい美味しそうなんですけど、ここからがポイントですね。で、この炊き上がった小豆を、これをですね、一回ザルでこしていくんですね。こう、ボウルにこうザルを置いて、この上にね、炊き上がった小豆を、ね、入れていきます。で、これに小豆がね、ちょっと隠れるぐらいまで水を入れていきます。で、熱いのでね、ちょっと小豆を、ね、冷やす効果もありますけど、こんな感じで水を入れていきます。もうちょっと入れた方が多分こしやすいので、もうちょい入れていきましょう。で、あとはこの小豆をですね、このしゃもじとかで潰してね、この豆を潰していくんです。で、この豆のこの外側の皮ですね、この皮を取り除いて中の、身だけ、まあ、ごって言うんですけど、小豆の中身ごって言うんですね。なんでごって言うんだろうっていう感じなんですけど、なんか、ごって言うんですよ。
ということで、5をね、取っていきます。こうやってね、意外ともう柔らかく、小豆がね、炊けてるので、こうやってね、ちょっとね、混ぜるだけで、皮がね、結構ね、取れちゃいます。で、こうやってね、撫でていくと、ほら、皮だけが残ってます。これ皮だけですね。で、中身の豆の子っていうのが、この中に沈んでるわけですね。で、皮だけを取り除くと。で、この皮を取り除くことで、こしあんができるわけです。なので、この、もう皮はね、もう使わないので、もう捨てちゃっていいですね。で、そしたら、このボウルにまたザルを敷きます。で、ザルを敷いたやつに、さらしっていうか、まあ、布ですね。布を敷いていきます。こんな感じですね。まあ、さらしって呼ばれる布なんですけど、まあ、大体何ですかね、この絞れるものであれば何でもいいです。こんな感じで敷いてもらって、で、さっきの豆の中身だけ取り除くので、ここにね、流していきます。で、あとはこの布をこう取ってもらって、こう上にね、持ち上げればいいわけです。こんな感じ。で、これをちょっと絞るわけですね。こう、ギュッと。ギュッと絞っていきます。結構ね、力いっぱい絞っていいですね。こう、中に水分が入ってると、よろしくないので、結構ね、ギュッギュッ絞っていいです。力いっぱいな感じですね。で、余計な水分が中になくなるぐらいまで、小豆の中身のね、水分がなくなるまで結構ね、強くね、絞ってあげるといいです。こんな感じですね。結構力いっぱいに絞ってます。こうやって絞ることで、中身のね、この小豆の中身だけが手に入ってるわけです。これはもう汚れてる、なんていうんですかね、小豆の残り汁みたいな感じなので、この残り汁はね、使わないです。ぐっと。ぐっと。ちょっとどんな感じなのかね、開けてみましょう。おー、ほら。いい感じの小豆ができてますね。小豆の中身だけのものです。これが美味しい小豆の素ですね。ほら。結構パサパサしてて、水分取ったのね、結構いい感じになってます。これが生あんって呼ばれるものですね。小豆の生あんって言って、小豆の中身だけ取り出したあんこの素みたいな感じですね。ただの豆。で、これを使ってですね、あとレンチンでやれば、美味しいね、こしあんができてしまいます。この出来上がった生あんをボウルにね、入れていきます。あとはですね、グラニュー糖を入れていきます。塩を少々ですね。で、水を入れていきます。で、あとはこの入れたやつを全部ね、馴染むようにね、混ぜていきます。こう砂糖とね、こう、あんこ、生あんですね。砂糖と生あん。まあ、塩も入ってますけど、これがね、全部馴染むように、こう、綺麗にね、馴染むように混ぜていきます。ほら、だいぶあんこっぽくなりましたね。結構いい感じにね、生あんに、砂糖と水が入って、だいぶね、あんこっぽくなりましたけど、これをね、少し加熱しないとダメなので、じゃないとね、結構腐りやすいので、全然火通ってないので、ね。なので、これをレンジでね、チンしていきます。ではこれをですね、レンジに入れて、まずはですね、500ワットで3分チンしていきます。で、あとはですね、これを一回ね、ちゃんとね、もう一回混ぜてあげます。こう熱がね、こう、なんていうの、いろんなところに、こう、上の方は熱いけど、下の方は、熱くないみたいな風になってるので、これをね、一回ね、ちゃんと混ぜてあげます。こんな感じで、混ぜます。でこんな感じで混ぜたら、これをですね、またチンしていきます。次はですね、500ワットで6分チンしていきます。はい、2回目のチンが終わりました。結構いい感じにブツブツしてますね。ブツブツというか結構沸騰して、フツフツしてる感じですね。で、これぐらいやらないと、ちゃんとね、加熱にならないので、結構ね、これぐらいまでね、熱して大丈夫です。で、あとはこれを全部混ぜていきます。結構ね、レンジでもほら、熱が入ってるので、しっかりしたね、あんこになります。
これぐらい加熱して、ちゃんと熱を通してあげないと、やっぱり腐ったり、ちゃんとね、こう、砂糖が溶けなかったりして、ジャリジャリしちゃったりっていうことが起きるので、これぐらいね、ちゃんとね、火を通してあげるといいですね。これぐらいちゃんとレンジでチンしてあげるといいと思います。はい、ってことでね、こんな感じで炊飯器でね、こしあんができちゃいました。もうすっかり、なんていうの、立派なこしあんですよね。ほら、どっからどう見ても立派なこしあん。っていうか、こう、なんていうんですか。普通の市販のあんこより全然美味しそうですよね。そりゃそうですよね。だって、もう豆の中身からちゃんとね、手作りで豆の中身とかちゃんと取り除いて作ってるので、そりゃね、この出来たてのこしあんですが、絶対美味しいですよ、これは。いや、すごい。もうちゃんとした、もう、あんこですね。こう、なんつうの、さっくりしてて、で、今ちょっとね、出来たてだからほっくりね、あったかいんですけど、いや、これは楽しみですね。いただきます。これ、めっちゃ美味しいですよ。ちょっとびっくりしました。めちゃめちゃ美味しいですね、本当に。もう口当たりが全然違いますね。こう、豆の感じっていうか、豆の、なんていうの？この食感っていうか、この風味っていうか、完全に残ってますね。めちゃめちゃ美味しいです。普通の、なんと市販のあんこって豆の風味とか感じれないじゃないですか。もうなんていうの？甘いだけみたいな。甘いだけって言ったら、まあ美味しいんですけどね。市販のあんこも美味しいものは美味しいんですけど、それとはね、ほんとレベルが違いますね。本当に、ほっくり炊けてて、で、なんつうの、豆の風味と口当たりっていうのが全然違う。本当に上品なこしあんっていうものができてます、これ。いや、これはですね、炊飯器でこれだけね、美味しいあんこが作れちゃうのは本当便利ですね。ではなんだろうな、こう、例えば、水の量を調整すれば、こう、お汁粉とかにも、ね、作れちゃったり、そういう風にね、いろんなアレンジが効かせるので、本当にね、便利なこしあんを炊飯器でね、作れ、ということでね、面白いのかとかね、役に立ったなって人はですね、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。